ダジャレとデザイン代表の井上です。ダジャレの文化的価値をアップロードする活動をしています。歴史的には小学校で習う和歌の表現技法の一つである掛け言葉はダジャレですよね。脳科学ではダジャレを考えたり聞いたりすると脳の活性化につながるそうです。ダジャレのネガティブなイメージを変えたいです。活動内容はダジャレの T シャツを作ったりダジャレで企画したイベントをしています。ひろゆきさんならどのようなダジャレの文化的価値をアップロードしますか。多分アップデートですよね。書こうとしてるのはアップロード意味違うと思うんですよねまあいいんですけど、で、あのダジャレのイメージがなぜ悪いかというと、おっさんほどダジャレを言うっていうのが多分原因なんですよ。結局その言葉を多く使えるようになった年寄りほど何かをつなげてしょうもないことを言いがちなんですよ。で、若い人とかはそのしょうもないことを言わないのと関連しない言葉がそんなに思い浮かばないんですよ。なので実は年取った人の方がダジャレが浮かびやすいっていうのと、あとつまんないことでも言ってしまうっていうのがあって、なのでおっさんおばさんがダジャレを言う率が高いんですよ。そのせいでそのダジャレを言うやつっていうのは寒いよねってなるので、ダジャレという言葉で多分広めていくこと自体が良くないんですよね。で、あの世の中にヒップホップっていう分野があるんですけど、あれがなんかおしゃれな歌手っていう形でなんかあの、まあ、リフカムマさんとかやってますけど、あれやってることダジャレなんですよ。あの韻を踏んでるとかライムを踏んでるって言うけど、いやいやそれダジャレでしょって思ってるんで、僕としてはあのダジャレを歌ってる人たちっていうイメージでしかないんですけど、ただあれをダジャレではなくその韻とかラップとかっていうそのヒップホップっていう別のカタカナ語にしてるおかげでダジャレとして聞いてないんですよ、認識してる側も。むしろ単なるダジャレのくそに、あ、うまいね、それよく言い踏めたねみたいな、なんかかっこいいみたいになってるので、なのでダジャレと呼ぶのをやめてください。はい。